はい、おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンテニュー。本日のゲームはこちらでございます。ポパイですね。はい、というわけでポパイですよまあファミコンで最初に発売された3本のうちの1つがポパイっていうことでもありますけども、今回まあそれは任天堂ですよ。今回これシグマ商事ですね。みんな大好きシグマ商事ですね。ファジカルファイター、マカマカでおなじみのシグマ商事ですね。はい、そんな感じでやっていきましょう。今日のワンコンテンツどんな感じかわからないけどやってみますなんてどんな感じのゲームでしょうかとか、体験したり紹介したり遊んだりっていう風にできればいいなと思ってる感じのやつでございます。よろしくお願いします。あと武蔵野冒険もあれか、シグマ商事か、みんな大好き。私の持ってるこのパッケージ、あのカセット、あの端っこ割れてるんですよね、ここまあそれでも読み込んだからよしとしましょう。というわけでよろしくお願いします。お、例のやつ、この BGM、 まあ毎回言うことですけどね、どっちかというとめちゃイケのね、ポパイ&オリーブだっけ、その、まあ、パロディ企画、パロディっていうには乱暴すぎるけど、あれのイメージがありますけども、あ、もうこれがループしますね。聞いてみましょう。音覚えてれば頭叩いてやってみたかったけどね、音覚えてないから、ね、無理だね。続いてスタートボタンプッシュします。ポパイオリーブ、あれ、あとな、あれ何だっけ、ブロリーだっけ、ブロリー違うな。なんだっけ、あと一人の名前。山本圭一さんがやったやつ岡村さんがね、ポパイだったからね。雛形さんがあれ、オリーブだったからね。ワンプレイ A コース、あ、ブルーとか、あ、そこそこ A コース、なんだっけな、オリーブと接触するゲームだったっけな、このマップをあっちゃこっちゃしながらで、そのブルーとに接触したらよくないんだけど、何これ、どういう感じなんだろうな。ハートマーク、あ、ほうれん草がある。ほうれん草をゲットしたら何かありそう。ほうれん草はマップを障害、いって壁の向こうからバチコンやられました。やめろやめろやめろ、どうすんのこれ、どうすんのこれ、どうすんのこれどうすんのこれ、めちゃめちゃボコられてるけど、ピヨッタピヨッタ、制限時間単位、制限時間以内に何をするゲームなの。あ、なんかいるよ。あ、なんか道端にバーガー落としましたよ。バー、これ障害物やな。ハートとオリーブをに接触するゲームか。あ、ほうれん草をゲット。ポパイはほうれん草メーカーの、ほうれん草の缶詰メーカーの提供でお送りしております。あ、ほうれん草をゲットしたことによりブルートと殴り合えるようになったか。では B ボタンと A ボタンをガチャ押ししてます。そのガチャドタバタの最中に、オリーブと接触したことによりなんかこうハートを多分取りに行けばいいんじゃない。どっか行けっつうと、時間が、あ、時間切れりました。あ、そしてブルードがガッツポーズしております。タイムオーバーでしょうね、分かってますよ。であと何回チャレンジできるの。んー、これはどうやらゲームオーバーと見ていいのか今のゲームオーバーと見なすわかんねえなとりあえずハートをゲットしたので、あのオリーブと接触しに行きましょう。なんか出したよ、なんか出したよ、なんだ、なんかコウモリ、なんだ、なんか出したよあいつ。ポパイの思い出で言えば、高校の時の同級生の、バドミントン部の人がですね、友達、まあ、が、バドミントンやりすぎると、このスナップのおかげで、腕が、ここの、肘の前の腕が太くなるんですね。で、ここだけ太くて、ここはまあまあ細いから、お前、ポパイみたいだなって言ったら、怒られました。
ポパイって言うなって怒られました。そんなことがありましたね。ブルートに触れたらこのオリーブが消えるのかな。何年か前の同窓会であったな。その時の話しなかったな。まあわざわざしないか。どうすんだろうこの後。あ、なんかいるよ。ベイビー。あ、邪魔邪魔、OK。障害物がちゃんと邪魔だな。え、めちゃめちゃ遠回りしないといけないかね、これ。あの、ワニ的存在か、なんだこれ。時間が10秒ですよ。間に合うかな。間に合わなさそうな気がしますよ。あー、もう少しだったのにな。これ、ステージ1。これゲームオーバーと見なした方がよくない？なんか一気のチャレンジので無限にやり直せるゲームっていう感じで、ああだよね、もうタイトル画面に戻りましたね。というわけで今日は2チャレンジしました。はい、というわけで、ポパイというゲームでした。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。